絶対にインハウス僕はやるべきだとは思ってるんですね。運用ってどこまでやるべきかみたいなところがすごく大事かなと思ってて、チューニングだけやってるのに運用者みたいなとか結構多いなと思ってて、運用手数料 20% のルールっていつから誰か始めたんでしたっけ。第3広告運用で議論になりそうなポイントを1人1個用意してきてもらいましたと。早速ですがいきますか、金田さんから。はい、結局ここに最近は行き着くなと思ってるのが、運用ってどこまでやるべきかみたいなところがすごく大事かなと思ってて、管理画面で費用算設定したり入札変えたりだったりとか、いわゆるそのチューニングだけやってるのに運用者みたいなとか結構多いなと思ってて、それは多分未来ないだろうなと思うし、広告っていう一つの手段を通して商品を広げていくためのコンサルティングするだったりとかっていうところまでやっていかないといけないなと思っているので、僕としてはすごく重要な観点かなとは思ってます。持論をお持ちの方。僕が持つ議論になりそうなポイントと、ある種リンクするところあるなと感じていて、僕は全部クライアント様の利益最大化のためなら何でもやりますっていうのがスタンスですと。ただ先立つものは欲しいじゃないですかっていうのがありまして、これを例えば全部 20% とか 15% でやってくださいって言うとやっぱ負けちゃうんですよ、工数で。どうしても物理的に時間が取れないみたいなところが出ちゃうので、そこの部分をちょっと重ねて議題に上げたいなっていうのを思ってたりします。その上でやるべき派ですね。ボトルネックがどうしても僕らで分かってしまうじゃないですか。リスティングやってると絶対リスティングやるべきじゃないよね、もっとこっちやるべきでしょみたいのってすごく思うことありますし、特にクリエイティブとかすごく分かりやすい要素で LP とか絶対これ変えるべきでしょみたいなものにすごくよく出会うので、僕の中ではやるべきかなとは思ってます。広告運用の会社っていうよりはそもそもコンサルティング会社みたいなイメージで自分たちが思ってたりするので、ただちょっと先立つものだなって。僕も全く同じ考えですね。どっちかというと運用開始するときに LP がボトルネックになりすぎてる事例結構多いなと思ってて、そうなったときに運用管理画面いじることとかエディターいじることだけって定義しちゃうと、もうそもそも外れるじゃないですか。なんで一旦なんか運用に関連する業務全体をオープンにするのをなんとなくフェーズ1だと思ってて、でそこでさっきのクリニックさんの話に通ずるんですけど、そこで成果出したら次ちょっと事業寄りの話もするみたいなのが僕の中でのステップで分けてるようなイメージですね。なんでフェーズ1から LPまでとかクリエイティブ制作とかまでっていうのは全部スコープに入れてるようなイメージになってます。どちらかというと今金田さんの挙げていただいた項目の中でどれか一つもしくはどこかを絶対にインハウス僕はやるべきだとは思ってるんですね。というのも中でやるべきことと外でやるべきっていうのは多分明確にすべきかなと思っていて、ブレインを中に置きたいのかブレインを外に置きたいのか、実行作業を社内でやって何をやってるか知りたいなのかどうかっていう、企業さんによってこれまちまちだと思うんですけど、ブレインを中に僕は溜め込むべきだと思ってはいるので、結局全部エイヤーで代理店に任せちゃうと、まあ、何も考えられないみたいな。僕インハウスでここら辺はある程度一部持つべきだと思うのが、複数の代理店入れた時にデータ全部取れるっていうのもあるんですけど、結局それ考えられる人を中に入れておくっていうことを考えたら、この辺りの作業を誰かやっておかないと正直わからないっていうのがやっぱあったりするんですね。特に LP 検証なんか結構顕著かなと思っていて、代理店ごとに訴求とかクリエイティブ全然変わってくると思うんですけど、そこの変化って代理店ごとにむちゃくちゃ顕著にやっぱ出やすかったりするので、この辺りはやっぱインハウスである程度こっちからも仕切って、ここは絶対やってください、でこっちはうちでやりますよみたいな。でも代理店が入れていただいた項目に言及しないっていうのはそもそも論外だと思ってはいるので、まあ、そこも見ますけど誰がやるのかっていうのはインハウスにもちゃんとやってもらうっていうのが個人的に考えているところであります、ね、僕のパターンだとあるあるなのが、むしろ口出さないでくれみたいなパターンもあるんですよ。代理店様経由で受けた場合ってここ以外は何も言わんといてみたいなお客さんもいらっしゃったりするので、クライアント様次第だなって思うところもあり、逆にバナー批判するとその代理店をめっちゃ批判してるみたいになるっていうケースもあったりするので、スタンスとしてはもう全部やるべきだけれども本当に求めてないですみたいな、むしろ言われると困りますみたいなケースに関してはあえて首を突っ込まないこととかあったりするなっていう。ちなみに金田さんはどっちの割合の方が多いんですか、全部トータルでやりますなのか。僕は全部の仕事を受ける方針にしていってますね。徐々に作業だけやるってなると先がやっぱりないなと思うので、そこは自分たちに負担になってでもやっていこうっていうスタンスではありますね。コンサルティング費用で固定でもらったりとか、かつ運用も 20% とかで制作費別みたいな感じで明確に料金体系作ってやってます、ね。ちなみに費用って別で取ります、クリエイティブの費用とか。
案件によって変えてまして、これはかかる本数によって分けてます、うん、それこそリードとか 2B とかだったら月の本数100本は多分超えないかなと思ってて、通販とかってなってくると、はい、僕が先月とかで一番作ったやつ800本作ったんですよ。ってなってきた時に予算運用ではあるんですけど、はい、向こうが出してほしいっていう予算金額を達成させようと思ったら、今までの過去経験これぐらい作らないとこういうクリエイティブ多分出ないよって話をして、でも予算上今そこまでやっぱ出せてないんで、まあまあまあ、これぐらいくださいっていう打診はして、うん、お金はいただいてるって感じですね。いかがですか、井上さん。うちはいただいてないんですけど、配信額とかに正直よるってのが多分同じ部分かなと思うんですけど、 LP は明確にいただいて、ちゃんとこういうものも納品するからっていうのを、まあ設計資料から渡して、最悪僕らが抜けてもなんでこの LP こう作られてんだっけとかが全部残るような形のちゃんとアウトプットを出すって意味でお金をいただくって形にはしてます。やっぱ LP にお金払うカルチャーはあるけど、バナー前の代理店普通に内包してくれたよとか結構あるので、この線引きは結構あるかなと思ってますね。バナーを内包する理由ってアウトプットがあるから分かりやすいじゃないですか。それってヒット率が低いやつが作ったらかさばるからっていう理由なんですか。外れバナーばっかり作った方が業者にとっては嬉しいじゃないですか。利益相反が起きてるからそうなってるのかなっていう理解なんですけど、僕の仮説は細かい文字のテキストの色変えるとか配置ちょっと変えるとかをパターンで1ってカウントしていいのかとかまで考えるとめちゃめちゃめんどくさくなるなと思って、なった場合に大枠の訴求と載せるモチーフとかのやつを整理して、そっから実は5個ぐらい作ってるんですけど、1としてカウントして請求するとかってやってたんですけど面倒ってなってなんで単価高かったら割と内包しちゃう。どうしてもその単価が低い場合でクリエイティブ制作バナー制作のコストが高い場合は事前に相談していただくって形に切り分けてます。補足というか、内包してしかりだよねみたいなケースが多くて、新規受注時にもそのまま言われるんですよ。別で取るんだったらお宅にお願いしませんみたいなとか代理店様経由だったりすると、うちの代理店はこれでやってるんで請求しないでよみたいなケースが多かったりするので、いただくのにどうすればいいですかみたいな質問だったりするんですけど話聞いてると、バナーを内包するっていうのが勉強するみたいな発想で行っちゃってる流れがあるんですけど、まさにそうだと思ってて、意思決定が早くなるじゃないですか。内包した方が脳のリソースも取られないから成果が出るよっていう意味で、運用者としては水に切ってもいいよっていう感じな気がするんですよね。単純に安くしてよみたいなっていうよりは、やっぱり成果を出すためのところで利益を減らしてるっていう。ソーシャル系の媒体だとむしろクリエイティブ制作が運用だったりする部分あるじゃないですか。 そこの媒体の運用に関しては基本僕バナーとかはもらわないですね。本当管理画面見てチューニングしてだけだったらデータ見てやれるから多分 AI の方が全然頭いいんですよね、おそらく。ちなみに運用手数料 20% のルールっていつから誰が始めたんでしたっけ。僕が聞いた話なんですけどYahoo さんがもともと準広告なんですよ。テレビ CM とか、まあ、新聞とかも基本的には広告枠を買いますっていうので、その中でヤフーさんが 20% のマージンをみんなで分けましょうと。でヤフーの広告価格誰でも買えるようになったんですけど、昔は誰でも買えなくてメディアレップっていうのが間に入ってたんですね。ヤフーがいます、 20% です、メディアレップが 5% 持ってきます、メディアレップが 5% 持ってって残りの 15% が代理店の取り分です。この 15% のルールでメディアの広告枠に運用型として出しましょうみたいな。手数料的にさ20でこれなんだからさ、じゃあ15でやろうよとかで、間にレップが入るんだったら20でやろうよみたいな話は13、4年前とかに聞いた話ですね。そこに紐づく話で、手数料の内掛け外掛け問題みたいな。業種によるなって感じしました。ウェブ専業のとある代理店さんとかもう100内掛けなんですよ。逆に大手代理店さんとかは外掛けにするケースが多かったりとか、僕やってるところだと金融系とか内掛けが多いですね。それはいつ変わるんですか。我々が変えていくしかないですねさっき言ってた金田さんのコンサルティングプラスとか、その代わり数量の部分は免許させてくださいみたいな形とかってすごく綺麗だなって僕は思っちゃうんですよ。 10% っていうのが結構気持ち悪いなとは思ってるけど、やめられないところでもあるっていうのがあって、僕からしたら 20% 分の仕事をしてるかっていうとしてない代理店が多分多いだろうなと思うし、このモデルは厳しくなるだろうなと思ってるので先手を打ってるみたいなところもあるんですけど、ただ配信料が伸びたら伸びた分だけ儲かるモデルは行ってやっぱ欲しいなと思ってるんで、僕は 10% とかにしちゃったりとかは多いですね。その分コンサルティング費用で月額何十万は固定でもらうとか。もともとアフィリエイト僕がめちゃくちゃ好きなんで、あれめちゃくちゃ合理だなって思うのが、もうお客さんがこの金額で売ってきたよみたいのを単純にそれ以下売れば儲かるみたいな、めちゃくちゃシンプルじゃないですか。ただその分リスクもあるみたいな。フィーはリスクがないっちゃないんで、その分やりづらいところもたくさんあるっちゃあるんですけど、フィーと業務スコープ問題根深そうですねめっちゃ適当にまとめてしまった
浅い歴史だからこそっていうのはあるかもしれないですね。ここ20年25年の世界の話なんで、まだまだ綺麗なルールがないなっていう。内野さんはクリエイティブが内包されるかっていう話で、山本さんはさっきちらっと言った事業者目線になった時にマーケの部門において業務委託を入れるのか、たまた正社員採用を頑張るのか、じゃあ代理店にお願いをするのかっていうところは、今まで代理店さんにお願いしていたような事業者さんが結構このあたりはすごく迷われている部分をこの数年やっぱすごく見てまして、一時流行ったインハウス化みたいなのもやってはみたもののできなかったり、能力持った人が辞めちゃって結局また振り出しみたいな問題もあってまた代理店にお願いするみたいな、一方でインハウスがうまくいってるやっぱ会社さんもいらっしゃったりするので、結局は何がいいのかっていうところは企業さんによって変わるとは思うんですけれども、もし個人として見解みたいなのが皆さん終わりであれば、なんかそのあたりも聞いてみたいなっていうところですね。インハウス推奨派っすね。本来はメーカーさんであったりとか主さんが一番詳しくて、その詳しい人たちが考えた TD に本来買ってないはずではあるんですよ。ただ我々は過去の知見と価値パターンにおける知識があるから成立する話であって、投げっぱしにして代理店じゃあ次数字ありで買えますっていうのはなんか違うなっていう違和感はずっと思ってはいますね。品質管理じゃないですけど、しっかりと会社でナレッジを内包する機関っていうのは持つべきだなというのはめちゃくちゃ思いますね。通販系の会社さんって代理店さんに配信をお願いしつつもインハウスで回したりする傾向は割と各社さんあるかなと思っていて、そこの文化って多分全業種に僕は横展開できる打ち手というか、自社でちゃんと運用するっていうところをパワープレイでも推進していくっていう結果をインハウスは賛成なんですね。でも一部ちゃんと代理店さんも使っていただくっていうのが結果的に市場からやっぱ取り残されにくくなるっていうところと、風をつかみやすくなったりするもあったりするので、情報社会だと思うのでこの業界っていうのもインハウス化はやっぱ前提として進めていくべきかなっていうのを私も個人としては思ってるところでありますね。特に顕著なのがめちゃくちゃやっぱ情報に飢えるんですよ、インハウスでやってると。その情報を代理店が提供するっていうのが代理店の価値だなって思うのと、今後もう一つ思うのがブランドを守る外側からっていうのも代理店の価値だなと感じていて、メーカーさんがそのまま運用していると実際に出してほしくない面に出てることに気づいてなかったりとか、例えば出したくないのにアダルトサイトチックなとこに出てましたとか、これ守るのは代理店の仕事になるのかなだったりとか、クッキーレスが来ますとか、多分メーカーさんとか気づきづらいポイントなんですよ。こういうところが我々の価値になっていくのかなとはすごくひしひし感じてますね。ノウハウを中に残すで言うと、なんでそれが社員である必要があるのかが俺は分かってないかな。人に紐付けて残してたらそれってアセットって言えないじゃんみたいな考えではあります。結局その人を辞めるリスクっていうのをずっと絡んでしまってるから、それは違うんじゃないとはちょっと思いますけど、中でその砂漠というか仕組みを作るみたいなところは全員やるべきみたいな、それを業務委託の人に任せるっていうのもありだし、社員に任せるでも全然ありみたいな、それはコスパの良さとかスピードを買うとかいろんな観点で選べばいいと。その中で一番重要だなと思ってるのが社長だったりとか会社の文化だなとか思って、社長のなんか過去の仲間で中高の同級生で共に戦うみたいな人がいるんだったら、その人にも信頼してベットするみたいな、それがないんだったらいい人がいそうなところからピックした方が早いんじゃないみたいな、それを会社のカルチャーまで消化するっていうのがやるべきことだなと思っていて、広告だったらこの人に依存しますではなくて、この会社の人優秀だよねのこの会社の人っていうのはカルチャーだと思っていて、そこまでしっかりナレッジだったりとか代理店が今提供しているものをちゃんと自社にナレッジとして蓄積する、これ人ではなくてっていうところまでやるべきだなとは思っています。社員とか業務委託じゃなくてもうどうでもよくないみたいな、その携帯は任せて安心できるかとか人隣とかで判断したらいいんじゃないみたいな、ずっと付き合ってる代理店ってやっぱ少なかったりするので、外部の会社にお願いするのは違うんじゃないかなっていう。でそこの話に紐づけて僕話したいのが一個だけあって、なんで広告アカウント代理店が持つのかっていうのずっと意味わかんないんですよ。広告主が持てばええやみたいな。だからこそうちで取引直接させていただく場合はお客さんにアカウント上げちゃうんですよ。でもそれはシンプルないじゃないですか、例えば Yahoo の取引高で星3つが欲しいからとか、代理店がそれで行くとクレカのポイントも自分で貯めれたりとかするんで、代理店がメリットわかるんですけど、さっきのナレッジって観点
点とかクライアントのことを考えるのであればクライアント側が持つべきだとは思います。ここでいくとアカウントを見せる見せない問題もあるのかなと思っていて、はい、他も全開示ですね、はい、移管の時にめちゃくちゃ多いのがノウハウ流出を防ぐためにって、はい、まあ名前言わないですけど、はい、何だお前らに言うノウハウってみたいなないないそんなもんみたいな感じなんですよ。わざわざそれ非開示するとかそもそも移管自体をさせない、代理店変えられたら新規で作ってね、うん、みたいなもうクソ面倒くさいことを要求されるみたいなのがあったりするので、そこもやっぱ結構根深い問題なのかなと思いますね、うん、彼らからしたらそれが参入障壁というかそのモートになるからそれを構築するのは分かるなと思って、逆の立場だったら同じことするなとは思いつつ、ただそれが広告主側の利益になるかっていう話で言うと完全にそうではないよね。ここまで広告運用者が集まってきて今日話してきていて皆さんお気づきの事実があるんですけど、設定の話なんかほとんどしてないんですよ。クリエイティブかボトルネックは別にやりますとか LP ですとか運用の管理画面なんか見られてナレッジ流出になるわけがないんですよ。本質的に大事なのは過去何をやってきてどういう PDCA 回してその結果こうなってますが大事なんで、アカウント見たところで 100% トレースできるわけないんですよね。だからナレッジの部分っていうところはしっかりと蓄積すべきだなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。確かにクライアントとのコミュニケーションができてる前提だったら絶対的にアカウントは開示すべきだと思うんですけど、例えば信頼関係まだできてない段階で作業履歴全部見れちゃうじゃないですか、はい、こんだけしかやってないのに1000万で200万も取ってくるみたいなっていう風になった時の意思決定ギクシャクする感じとかっていうのもちょっと分かるんですよ。なんで成果だけ見てねっていうのも分かるっちゃ分かるんで、そういう意味で言うとアカウント開示するのは当然正しいんですけど、それ以前にやっぱりその思考してる時間だったりとか運用者って多分作業してる以外の時間の方が絶対多く占めるはずなんで、それをちゃんと発注者に理解してもらうっていうのが大事だなと思いますね。そもそも発注受けないみたいな感じのを選ぶか選ばないかみたいな、発注受ける上でこのクライアントさんだと開示しない方が絶対いいみたいなケースとかやっぱりあったりするので、そこは確かにお客さん次第だなって気はします。でも変更履歴関連のとこすごいチェックされるお客さんってよくわからん週次レポートとか月次レポートすごい求めてきてて、実際運用者のワークシェアの8割が報告用資料を作ってるだけみたいなのがいわゆる代理店で僕は結構多い問題なのかなと思っているんですね。そういう観点でいくと下手に見せないっていうのもやっぱ一つの僕の手段である一方で、事業者サイドとの代理店への付き合い方っていうところもそろそろ変わっていくべきなのかなっていうのは絡んでくる話かなっていうところですね。パワーバランス的に代理店の方が強いパワーであれば代理店側を守るべきであるとは思っていて、さっきのアカウントもヤフーの認定代理店欲しいんでうちは絶対出しませんとか、こんだけ散々俺ら頑張ってきた履歴他の代理店に取られたくない、それは当然の話でもありますし、代理店側の目線で見ると間違いなく開示すべきではない、ナレッジも自分たちで蓄えておくみたいな、これはめちゃくちゃ納得するっすね。広告用手数料率の値下げとかの交渉みたいな話も今 20% とかの話はあったと思うんですけど、これに対してどう対応してますか、またはどう守ってますかっていう部分を皆さんにちょっとお聞きしたいなと思ってて、ガンガン応じます。総額によりますけどね、たかだか 1% 下がるぐらいで気持ちよく1年2年続くんだったら応じます。総額が1億超えてるとか大前提ですけど、たとえ 1%2% 改善して御社の売り上げがどれくらい下がるかっていう話はします。 20% を 15% にしてくださいって言われたら 5% 分僕らやる気をそぎますみたいな話は普通にしちゃいます。シンプルにモチベの話だけします。別にやることは変わらないんですよ。単純になぜ値下げをするのかをただ下げたいだけですっていう深い理由がなかったら僕らもモチベが下がりますよ、そんなんでいいんですかみたいなことは直だとやりますね。代理店さん経由だと削ってくれって言われたら削れでしかないんで選択肢がないんですよ断れないんですよ断ったらなくなるんですよなんでそれもガンガン応じますね。変にロジック立てるのって難しいなって思ってて、 20% の内訳どうなってたのとか今までの稼働時間の中でどこを削るのみたいなこと言われた時にロジック組み立てて対応していくのめっちゃむずって思って、20のうちで例えば 5% がクリエイティブ制作費とか 5% 運用費で、うん、なんか 5% 営業なんとか手数料みたいのを全部 15% にディレクターとかやってますよ。それ以外の維持戦略で結構僕よくやるのが未来を見せるってめちゃくちゃやるんですよ。未来がない時にこれ以上削れるものないって手数料削りに来るかなって思うんですけど、例えば来月になったらこれがありますみたいな、未来を見せ続けると交渉されづらいなみたいな、そうですね、予防策として何を今こうやってやってってるよってスケジュールみたいなのを出すようにしてるんですけど、それやってめちゃめちゃ減ったんですよ。なぜなら何やってるか分かるから文句言われづらいみたいな、目的に誤解がありそうなことで言うと、さっき川口さんが言った稼働しているところ以外の見えない稼働みたいなものがこういうクリエイティブな職業においてはめちゃくちゃ重要なんですっていうのは依頼主側に言えることかもしれないですね。だからモチベっていうのは一つありなんだなと思いましたね。
それこそこの動画の企画とかも、はい、飲んでる時にそういえばさみたいな、そういう気づきとかを実際に実行に移すのってモチベじゃないですか、うん、もっと向上させていきたいとか、はい、あそこのクライアントももちろん気に入られたいんだよねっていうのから脳内メモリーを割いてるみたいな、はい、だからその時間がね減るっていうのは損ですね、主からすると。じゃあ下げ交渉しないでくださいって頑張りますという話ですね。最後、クリエイティブ訴求の決め方について。クリエイティブのお話先ほど出たと思うんですけれども、クリエイティブ発注する際デザイナーさんだったりだとか外注会社さんいらっしゃると思うんですけれども、こちらの方でガチッと訴求を決めて発注するものなのか、それともある程度大枠だけは決めた上でデザイナーさんとかのちょっと感性も含めて作っていくものなのか、私としては最初ふわっとした大枠を決めてお任せをして、それでちょっと一回配信をしてみて、これで効果出なかったら、まあ、ある程度ガチッと決めた方がいいよねっていう形で取ってはいるんですけれども、ここら辺って皆さんはどうされてるのかなっていうの。僕の考えで言うと、クリエイティブ分解するとそのコピーと素材とデザインみたいなものに分解されるかなと思ってて、訴求含むコピーはこっちで考えた方がいいと思ってますね。それを考えるのが多分運用者の仕事だと思うので、なのでこのテキストを載せてくださいみたいなところまでは具体的な指示して、あとデザイン面とかデザイナーさんに頼った方が絶対いいと思うので、そこは領域分けてますね。結構制作コストを抑えるかどうかっていう問題があって、要はこっちはガチガチに決めてやってくれる方っていうのは単純に制作原価が低い方だし、ある程度ふわっとお渡ししてやってくださる方っていうのはやっぱり思考できる方だと思うんで、制作原価上がると思うんですよね、うん、そこはやっぱり予算とか予見に合わせて使い分けなのかなって僕は思っちゃいました。制作原価の工程と効果の良し悪しってまた別の話だなと思ってて、効果の良いことを担保するためにも運用者がやっぱ考えるべきだなっていう感じですね。全部やってくれるクリエイティブディレクターとかつけれると確かにいいのかもですね。訴求は絶対運用者がスコープとして持ってなきゃダメですね。例えば青汁売るにしてもどの訴求から売るっけみたいな優先度はいくつかあったりするじゃないですか。あっこの決め方は確かになんか僕人に依存するなと思ってて、健康みたいなシンプルなあれで売るのか、そのさらに飛躍した先で売るのかとか、いろんななんか売り方があると思うんですけど、どっちかというと運用者がかなり決めてデザインしてもらうのは外に投げるみたいな当たり前のことを僕もしかして言ってます結構営業によるかもしれないですね。僕は逆に全部言わないと気が済まないタイプなんで、初動に関してはめっちゃ言いますね、細かく。作ってると1個完成したやつからここだけ変えてみよう、ここだけ変えてみようって僕無限に出てくるんですよ。ってなった時に、いやこれラチあかんってなって、僕が決めるのはさっきのモチーフとコピーとどんな感じの人を乗せるとかどんな感じのとかっていうところを見て、上がってきたのに口出してさらにちょっと精査していくみたいな感じのフローでやってるんですけど、そこの細かい背景とかちょっとここをこう変えてみようとかまでやっていくと無限になっちゃうなと思って、同じ闇に足を突っ込んでる感じなのかなと思って、ちょっと結論あります。でも頑張って入らないようにはしているんですけど、ずれたのが上がってくる可能性も全然あるん で、僕は運用メンバーを含めて一番詳細を僕が理解をしているという圧倒的な自信があるんで、制作でも例えば具体のコピー考えるみたいな時は、じゃあこれがこういう表現でこの代替表現を作ってみたいな感じでそこからはお願いするっていう関わり方に変えてるんですけど、めっちゃ入っちゃいます僕は。自分の思考を超えたもの出てこなくなりがちやなと思ってて、なんでこれ作ってくれないの、ここまで指定してんのにって思うけど、逆にそれの外れパターンで一周回って一個上来る時あるなと思ってて、どこまで入るかと、入りすぎたがゆえに結局自分の想像を超えてこないみたいな、キャップ変に自分が2つしちゃってるみたいな話はあるんかなって結構思いました、ね、なんか結局クリエイティブっていう専門性切り取った時に、うん、自分より上の人って僕はいくらでもいるとは思っているんですね。なのでそこは逆に超えてもらうために入らないようにしてるっていうのはありますね。僕が避けるリソースとクリエイターさんが普段割いてるリソースって全くもって違う時間配分なんで、例えば僕よりもいいのが出てきて僕は当たり前だと思うので、そこはもう入らない、でむしろお願いするっていう切り分けにはしているので、営業によって結論は線引きは結構変わってくるのかなっていう。逆にそこ通通でできるクリエイターというかデザイナーの方の価値ってめちゃくちゃでかくないですか、うん、そこのリソースに依存して検証のスピードちょっと遅くなったり早くなったりがあるなっていうのが今自社の課題だったりするんですけど、この人に言えばここだけ指定してめっちゃいいの上がってくるけど、今こっちの案件の2個やってもらってるからちょっと回せないみたいな、パートナーをどんだけ増やしていくかみたいな結構大事やなと思ってる回答になってるんだろうか塩川さん的にはどう考えられたところなんですか。初動は失敗できないと思って結構ガチガチに決めてディレクションすることあったんですけれども、やっぱり自分の想像を超えてこないっていう問題が出てきて、ある程度ふわっ
ていうのをお渡しをすると逆になんか思ったんと違うみたいのが出てきたりもするので、どこまで足突っ込んでいいものなんだろうなっていうのはちょっと悩みとしてはあったんですけれども、ちゃんと続いてできるようなパートナーさんであったりだとか社内のちゃんとデザイナーの育成みたいなところっていうのをまずはやっていくべきなのかなっていうのは感じました。僕ももともと制作畑だったんですよね。それで制作物のやっぱり品質がそれが価値なのでとはいえみんなも絶対理解してくれる通り、その背景とか意図がめちゃくちゃ重要で、見せたいものがちゃんと伝わってるかみたいな話だから、案件の背景とかなぜ僕が受注できてるのかみたいなのをデザイナーさんにめっちゃ説明するみたいな、それでだいぶマシになりましたね僕。なんかこういう背景でこうなってて、なんか今これでこうしたいから、ここの文字だけは絶対に目に入るようにしてくれみたいな、このセクションではもうこれだけ伝わったらええ、でそこが伝わんない、言うたら知ろうとするモチベがないとか、そもそも理解力がないとかだったらもう速攻で弾くみたいな感じですかね。言い方悪くするとその人はもう作業者一択で、もし起用するとしたらふわっと投げて言語化してくれる人が中間にいないと無理ですよね。ありがとうございます参考になれば飲んでない中で参加したら結構やりづらそうな感じがすごいするな。申し訳ないこんな感じで自販機に1回とか4ヶ月に1回とかで議論してるのがストックさんの広告のチームですということで、だいぶ喋り疲れたのでこの辺で終わりにしますとストックさんにご依頼いただける方は概要欄のホームページからお問い合わせください。この中で好きな人指名していただければな本日ありがとうございました。ありがとうございました。